ハインツ・ビルヘルム・グデイリアンは、ドイツの軍人。最終階級は、上級大将。第二次世界大戦期には、軍司令官を務め、大戦後期には、総工兵総監、参謀総長代理を歴任した。日本語文献においてはは、グーデイリアンとも表記された。ドイツ語発音、ユーデリアンからグデイリアンの表記の方が、原音に近い。グデイリアン家は大土地所有者の一族で、 ハインツはバイクセル下藩のクルムで生まれた。父、フリードリヒグデイリアンはプロイセン王国の軍人であったが、これはこの一族としては珍しいことであった。フリードリヒは1914年に退役した際は、中将に昇進している。幼少期から軍人を志し、カールスルーエ陸軍幼年学校からベルリンの陸軍士官学校へ進学した。1907年に卒業した後は、 陸軍将位候補生として、ハノーファー第10両兵大隊に配属されたが、間もなくメッツの軍事学校に配置された。軍事学校での生活はグレイリアンにとって苦痛で、あったが、将校任用試験に合格し、1908年1月27日付で、将位に任官、ハノーファー第10両兵大隊第3中隊の隊長となった。1910年、第10両兵大隊は、 ゴスラーに移り、ゴスラー第10両兵大隊の名前で呼ばれるようになった。1912年には、上官でもあった父、フリードリヒの勧めで、コップレンツ第3電信大隊に勤務し、無線技術に通じるようになる。1913年には、医学博士、エルンスト・ゲルネの娘、マルガレーテと結婚した。マルガレーテのまたいとこには、 グデイリアンの親友であったボーデウィン・カイテルがおり、その兄はビルヘルム・カイテルであった。さらにグデイリアンは陸軍大学校への入学試験に合格し、陸軍内での出世コースに乗ることとなる。しかし1914年には第一次世界大戦が勃発し、グデイリアンは第五騎兵士団第三無線局長に配属された。10月には第四軍機下の 第14無線局長に配属され、1ヶ月後には、中尉に昇進した。1915年5月17日からは、第4軍の秘密情報機関に転属され、1916年2月9日には、第5軍秘密情報機関副官となり、以降は、各師団や、軍の参謀職を歴任し、1918年2月18日には、 昇進試験に合格したことによって、正式な参謀本部付きの参謀となった。9月20日には、オーストリア・ハンガリー帝国によるイタリア占領地で、ドイツ軍代表として、急戦交渉に参加することとなっていたが、交渉への参加を拒絶され、ミュンヘンに戻った。ドイツ革命の混乱は、将校としての誇りを持つグデイリアンにとってた絵が当たい苦痛であった。また、 旧戦が成立したといってもボリシェビキ政府やポーランド政府が成立したばかりの東部国境の情勢は不安定であり、グデイリアンは東部国境を防衛する各司令部に配属された。1919年5月30日にはラトビアでボリシェビキ軍と戦っていたドイツ義勇軍鉄、師団兵炭参謀に任せられた。このゴロ鉄師団は、 ラトビアのカールリスールマニス政権とも戦うなど暴走を始めており、ドイツ軍中枢は、穏便に、鉄師団を引き上げさせようとしていた。しかし、グデイリアンは、鉄師団が、丸ごと脱走し、白軍に参加して、ボリシェビッキと戦うという作戦を立案した。鉄師団司令官、ルディガー・フォンデア・ゴルツはこの策を入れ、介入を決めた、連合国軍と戦って敗れることとなるが、 グデイリアン自身はこれ以前日本国に召喚され、参謀職を説かれている。対戦後、バイマル共和国軍は、ベルサイユ条約により、参謀本部、軍学校、航空機、潜水艦、戦車の保有を禁じられ、兵力も10万人、将校は4000人に制限された。グデイリアンは過労じて軍籍を残すことができたが、ゴスラー第10旅団の中隊長としての勤務が続いた。 1921年1月12月23日、グデイリアンは、兵務局に設けられた、鉄道輸送、電信技術、自動車輸送を管轄する交通兵幹部に配属された。これは、当時の軍隊では左遷とも捉えられる部署であり、一時は退役も考えた、グデイリアンであったが、畑違いの運送関係の実務を行ううちに、自動車、 装甲部隊の有用性に目覚めていく。ジョン・フレデリック・チャールズ・フラーや当時無名だったドコールの著作の影響を受けて、自動車部隊や戦車部隊を用いた革新的な戦術を開発すべく、ベニア板のハリボテ戦車で戦術研究をしている。グデイリアンは回顧録において、上官の不理解と自分こそが装甲部隊運用の先駆者であると強調しているが、 ロバート・チティーノが指摘するように、実際には、エルンスト・フォルクハイムや、フリッツ・ハイグルのような先駆者がおり、上官には、アルフレート・フォン・ホラート・ボッケルベルクや、オスバルトルッツ、ヨアヒム・フォン・シュテュルプ・ナゲルのような自動車か、走行家の推進者も存在していた。独ソ秘密軍事協力に基づき、連合国の監視の目が届かない、ソビエト連邦奥地でのドイツ軍士官の戦車戦術の、教育、 訓練にも関与した。1933年にアドルフ・ヒトラーが首相に就任するが、展示会でグデイリアンが指揮した軍事演習を激章したことから、グデイリアンはヒトラーが自分の見解に同意してくれるという確信を持つに至ったと回想している。グデイリアンは回顧録において参謀総長、ルートビヒベックが戦車部隊を軽視したため対立したとしているが、 ベックは、装甲部隊についても重視しており、参謀次長であったマンシュタインも、グデイリアンの路線を支持していたため、装甲師団の成立はグデイリアンが望むスピードではなかったものの、迅速に成立した。グデイリアンは1935年の再軍備宣言のもと実施された3個、装甲師団新設に伴い、第二装甲師団長に任命された。百三十七年、 オスバルトルッツの勧めで、戦車部隊に対する国民の支持を集めるため、著書、アハトゥング・パンツァーを出版した。彼の構想は戦車を主力兵器としつつも、戦車を不評の代わりにしようというのではなく、戦車にトラックオートバイ、走行兵員輸送車により、機動力を高めた不評及び従来の砲兵よりも、機動性の高い爆撃機による火力支援等を組み合わせ、 敵の強点ではなく弱点に対する電撃的な集中力と突破力の発揮を目指したものであった。この本は国内でベストセラーになった他世界の軍事筋に高い評価を受け、オーストリアの軍事大学校で必読書とされるほどで、あった1938年のオーストリア併合では、グデイリアンは第二走行師団と自動車化されたルザ連隊を率いて、 短時間のうちにウィーンに進駐した。第二走行師団はドイツ南部のビュルツブルグから670キロ、ルザ連隊はベルリンから1000キロを48時間で走破してウィーンに入場した。しかし30%の車両が故障、脱落したため陸軍上層部からは走行部隊の有用性に疑念の声も上がった。グデイリアンは距離が長距離であったことからの この程度の損害は当然であるとし、しかも修理も迅速に行われていると反論している。またアンシュルスは突然の出来事であり、全くの事前準備がなかったことは、グデイリアンの主張を裏付ける形となっている。いずれにしても、この真鍮は来たるべき本番の問題点を洗い出す、総稽古となった。第16総工軍団長となったグデイリアンは、 10月13日から行われたチェコのズレーテン地方新中任務にあたった。この2日間の工程で、グデイリアンの部隊にはヒトラーも同行し、オペラや晩餐会などで二人は親交を深めていた。1938年11月28日には、装甲部隊、騎兵部隊を統合的に管理する快速部隊長官に就任した。しかし、この職には指揮権や、 人事権も存在せず、グデイリアンは当初就任を断っている。当時奥クの中佐であったヘルマン・バルクの証言によれば、グデイリアンの対立者であったアドルフ・フォンシェル大佐が上層部への反抗を繰り返すグデイリアンを疎ましく思っていたバルター・フォン・ブラウヒッチュリク軍総司令官と組んで、官職である海速部隊長官にグデイリアンを押し込めるための措置であったとしている。 しかしヒトラーは、快速部隊の統合運用は、自分の希望であるとグデイリアンを説得し、総公兵大将昇進と共に、長官就任の運びとなったが、結局この職は実験を伴うものではなく、グデイリアン自身も、底なしの樽に水を汲むような仕事であったと、改装している。グデイリアンとエニグマ通信機。1940年5月グデイリアンと、ヘルマンホト。 1941年6月21日、1939年9月1月から開始されたポーランド戦役においては、1個装甲師団、2個自動車化不評師団を要する第19、装甲軍団長として従軍した。しばしば、ポーランド戦は航空支援の元装甲部隊によって突破する電撃戦と関連付けられるが、ドイツ軍は、 ポーランド側の航空戦力を撃滅させることはできず、最後まで抵抗にあい、装甲部隊もいくつかのトラブルに見舞われていた。それでも9月4日には、ポーランド回路を突破して、東プロイセンに到達した。翌日、現場を視察したヒトラーは戦火を見て、これは多分、我が軍の急降下爆撃機がやったのだろうねと述べたが、グデイリアンは、いいえ、我々の戦車ですと答え、 ヒトラーを驚かせた。続いては、ブレスト・リトフスクへの突進を上進して認められ、9月17日には、ブレスト・リトフスクの要塞を陥落させた。その項により、10月27日にはヒトラーから騎士鉄十字章を授与される。1940年のフランス戦においては、オックは右翼を強化して、大西洋岸を目指すというシュリーフェンプランに近い。 作戦が立案されていた。しかし英軍集団参謀長、エイリヒホン・マンシュタインは、アルデンヌを装甲部隊で突破して攻撃する計画を立案した。マンシュタインは、自らの計画について、装甲部隊の専門家からの意見を求め、グデイリアンはアルデンヌは装甲部隊で突破可能であるという保証を与え、装甲部隊を集中的に運用するべきであると述べた。 カール・ハインツ・フリーザーは、マンシュタインプランがマンシュタインとグデイリアンによる二人乗り自転車であったと評している。この計画は、オックからの激しい抵抗にあったものの、ヒトラーの指示を取り付け、実行に移されることとなった。攻撃にあたっては、グデイリアンは、エバルト・フォン・クライスト・騎兵大将規下の装甲集団に、属する第19装甲軍団の司令官となった。攻撃事前には、 クライストや空軍の風をシュペルレとの意見対立はあったものの攻撃本番にあたっては連合国軍の意表をつく走行部隊の集中でスダンを突破したアルデンヌ運河の橋を確保した後は共闘法を確保するという当初の命令を拒否し全兵力を持ってアミアンからオワーズ側まで快進撃を行ったこのグデイリアンの進撃はフランス軍に大打撃を与え フランスの運命は定まった。しかし、グデイリアンの快進撃は、クライストやヒトラーにとっては、側面からの攻撃を招く危険極まりないものと、映っていた。このため5月16日には、装甲部隊を停止させるようヒトラーからの命令が、下り、これに反発したグデイリアンはクライストから指揮権を没収された。しかし、クライストの上官であった第12軍司令官、 ビルヘルムリスト上級大将により、グデイリアンは、第19装甲軍団の指揮を引き続き取ることとなった。5月19日には、英軍集団直属の砲と装甲集団に転属となり、進撃を再開した。しかし、ヒトラーやクライスト、英軍集団司令官ゲルトフォンルントシテットは、攻撃に慎重であり、ダンケルクの戦いにおいては、攻撃を禁止され、 都会脱出する連合軍のいわゆるダンケルクの奇跡を目の前に見ながら何もできないという屈辱を味わっている。ついで南下してアルプスまで進撃し、残存するフランス軍を壊滅させた。この戦考により、グデイリアンは7月19日付で上級大将に昇進した。戦車部隊の指揮官としては優れた戦術眼を持ったグデイリアンの傭兵は現在でも高い評価を受けている。 一方で回想録においては、マルタ島を高下両兵で占拠する案や、4から6の装甲手段を用いて、北、アフリカを制圧する案を述べているが、当時のドイツ軍の兵舘能力では極めて困難であり、ラッセル・エーハートは、より大規模な戦略を見る目がないと指摘している。また1940年12月から1941年4月に、かけて報読した。 山下智之中将率いる陸軍軍事視察団に対して電撃戦に関する抗議を行っている。中央はグデイリアン、右はソ連赤軍第29軽戦車旅団長セミオン・クリボシェイン旅団指揮官。1939年9月22日、ブレストで行われた独ソ両軍の式典において、この際、クリボシェインはドイツ語で行ったスピーチで、 友情というべきところを敵意と誤って発音している。グデイリアンは回想録において1940年11月に独ソ戦開戦の計画を伝えられたと述べている。グデイリアンはその回想録において私が不可能であると考えたことが現実になろうとしているとして二正面作戦のグオヒトラーに上申したとしている。ただし1940年6月29日の 訓令では、グデイリアン集団が、ビスワ側の防衛と反抗に当たるとされており、これを受けた、グデイリアンの部下が、ソ連領内のキエフミンスクへの攻撃を主眼とする、作戦案を上進している。このためグデイリアンが6月頃にはソ連、進行計画について知っていたのではないかという指摘も、存在する。1941年6月22日に、開始された、 バルバロッサ作戦においては、中央軍集団に属する第2装甲集団を指揮し、同僚のヘルマンホト上級大将を率いる第3装甲集団と共に主力として進撃。主に軍集団乱力を担当し、法との部隊と共同で、ミンスク包囲戦、スモレンスク包囲戦において大戦果を上げる。その快進撃ぶりに、イダテンハインズ、または、疾風、 ハインツとの異名を与えられる。一方で、6月29日の夫人宛所管では、敵は勇敢かつ激烈に抵抗している。ゆえに、戦闘は極めて厳しい。誰もがただそれに耐えるだけだ。と、赤軍の激しい抵抗に苦しんでいたことを述べている。ついで、戦略としては反対の意見を持っていたものの、プリペア地消宅地東方を北方から南下して、 南方軍集団と共同で、キエフの大包囲戦を成功させた。このキエフ海戦は、野戦軍の撃滅と、重要拠点の奪取という、相反した目標において、野戦軍の撃滅を優先させた策であった。グデイリアンは、モスクワ攻略のため直進すべきであったと主張したが、ヒトラーは、私の将軍たちは、戦争経済について、 全くご存じないと述べて、この意見を知りけた。これは、素人ヒトラーが、専門家軍司令官の構想を知りけたことが、範囲となったという構図で知られるが、実際には、モスクワへの進撃路はウクライナより、はるかに機動戦に不向きであり、補給組織も、未整備であったことからモスクワ進撃は極めて、困難であり、戦術的には、 ヒトラーの選択した野戦軍の撃滅優先が正解であったとストー・エルやマーチン・ファン・クレフェルトは指摘している。その後モスクワ進撃を再開し、10月にはブリアンスクビア島における二重包囲戦でまたもや大戦果を挙げ、11月には第3装甲集団のヘルマン・ホト上級大将、第4装甲集団のエーリヒ・ヘプナー上級大将と共にモスクワ攻略を開始した。 グデイリアンは小モスクワと呼ばれ、モスクワの南の門とも言われる、要塞化されたトゥーラを迂回して、南からモスクワを伺った。しかし兵力、補給、準備などの全てが不足しており、特にトゥーラを迂回したことによる、弊害、突出による南翼の解放部の存在、北の二つの装甲集団と、南西から進撃したグデイリアンの第二装甲集団との間を埋める。 第四軍のギュンターフォンクルーゲン塩イとソリが合わずに攻撃が連動できなかったことなどがあり、さらにソビエト軍が極東シベリアから対日専用に配備していた多数の部隊を引き抜いて輸送し十分な予備兵力を確保していたことなどもあり攻撃は困難となった。12月10日にグデイリアンは作戦を中止して後方に下がり越冬すべきとヒトラーに直接具心した。 ヒトラーは死守を厳命し、グデイリアンの意見は入れられなかった。グデイリアンが退出する際、ヒトラーはカイテルにあの男を納得させられなかったなと呟いている。グデイリアンはヒトラーの命令に従ったものの、赤軍の圧力に耐えかねて、第二総甲軍の一部を交代させた。しかしこの交代に対して、上官のクルーンゲは相当命令に背いて、 あらかじめ退却準備をしていたものであると難喫してきた。12月25日に行われたクルーゲとの電話対談は決立し、クルーゲはグデイリアンの解任を陸軍総司令部に進言し、グデイリアンはクルーゲの不当な扱いに抗議して辞職願いを提出した。12月26日、グデイリアンは指揮官予備に編入され、軍司令官から解任された。グデイリアンは クルーゲを軍法会議に提訴しようとしたが、ヒトラーによって却下された。イコー・グデイリアンは、心臓病の療養を主として、しばらく軍務に就くことはなかった。1942年には、ドイツアフリカ軍団軍団長、エルビン・ロンメル元帥が病気のために帰国した際、公認としてグデイリアンを推薦したが、ヒトラーはこれを却下している。1943年2月19日、 グデイリアンは相当大本営に出頭し、ヒトラーが走行部隊の管轄を任せる意向があることを伝えられた。グデイリアンは実権を伴わない職となることを危惧し、ヒトラー直属としての地位で走行部隊を管轄できることを条件とした。交渉は難航したが、最終的にヒトラーはグデイリアンが要求する権限を与えることを了承し、2月28日、グデイリアンは 装甲兵装館に任命された。この役職は、部隊指揮権を有しないが、国防軍及び武装親衛隊における、装甲部隊の編成、教育、訓練を統括するものであり、装甲部隊には、戦車、自動車化不評、装甲捜索対戦車砲銃突撃砲なども含まれていた。その頃、陸軍参謀本部では、ソ連軍の都市部を攻撃する。 上塞作戦が検討されていた。カイコロ録ではグデイリアンはこの作戦自体に反対したとされているが、実際には戦術面での反対にとどまり、装甲部隊の集中を主張していた。7月に行われたクルスクの戦いにおいて作戦は大失敗に終わり、ドイツの装甲部隊は消耗し尽くし、破局への通を突き進んでいくこととなる。1944年になると、 陸軍内での反ヒトラーの動きが活発になりつつあった。総合兵装幹部の参謀長、ボルフガング・トマーレ少将も反ヒトラーグループであり、ヘニング・フォントレスコー少将とグデーリアンの会談をお膳立てしたが、反ヒトラーグループに不仲のクルーゲーが属していると聞いたグデーリアンは激怒し、結局話は流れてしまった。回顧録ではヒトラー暗殺計画について、 全く知らなかったと述べているが、7月18日には、日付こそは聞かされなかったものの、カール・ヘニング・フォン・バルゼビッシュ空軍少将から暗殺計画の存在を伝えられている。グデイリアンは計画に加担することも、バルゼビッシュを告発することもしなかった。19日にはグデイリアンは、予定になかった、部隊視察に出かけ、トマーレ少将の依頼で、戦車部隊をしばらくベルリンに止めさせた。 また7月20日には、総合兵装幹部には戻らず、大ペン法フの自宅に戻った。この日はまさに、ヒトラー暗殺未遂事件が発生した当日であり、大木岳氏は、日和み見のためであったと見ている。白兵線、賞金賞を授与する、グレイリアン参謀総長代理7月21日、ヒトラーとの連日の交渉に疲れて、神経衰弱になってくるとザイツラー上級大将の、 公認として、総合兵装官を兼務したまマまマ陸軍、参謀総長代理に任じられる。グデイリアンは、名誉法廷の一員となり、暗殺計画加担者の不名誉除隊を決めた。これにより加担者たちは、軍法会議ではなくローラント・フライスラー長官の人民法廷で裁かれて処刑された。参謀総長代理就任後の8月15日には、すべての参謀将校に対し、ヒトラーと、 ナチズムに対して、忠誠を誓うよう命令を下している。グデイリアンは回想録において、ヒトラーの理不尽な命令に反対し、救い得るものを救おうとしたと述べている。しかし、東部戦線も、西部戦線もすでに連合国軍が優勢であり、グデイリアンにできることはそう多くはなかった。またグデイリアンは、東部戦線を重視し、西部戦線の強化に一貫して反対し続けた。 彼が参謀総長代理であった9ヶ月間は連合国軍にもドイツ軍にも最大の損害を出した時期である。1945年に入ると国境に迫ったソ連赤軍に対する防衛戦略をめぐってヒトラーとの対立は頂点に達し3月28日にヒトラーから6週間の休養を取るように命じられ事実上解任された。これが彼の最後の軍歴となった。 グデイリアンは1945年5月10日にアメリカ軍に降伏し捕虜となった。この頃はアメリカは旧ドイツ軍人の高級将校にインタビューを行っていたが、グデイリアンは積極的に応じた。この姿勢や能力はアメリカ側に高く評価され、しばしばインタビューや報告書を求められるなどし、同じく捕虜となっていた息子のハインツ・ギュンターと同室で、 生活することを許されるなど交流された。このため1947年と1949年にポーランドが戦争犯罪人として起訴するため身柄の引き渡しを要求した際もアメリカは調査が終了するまでは引き渡せないとしてこれを拒絶している。ニュルンベルク裁判では軍事作戦について証言を残した。この裁判期間中には ビルヘルムフォン・レープに対して根元原則は良かったと述べ、レープも賛同したという会話の記録が残されている。1948年6月17日に釈放された後はアメリカ陸軍機構学校で講義を行ったり、執筆活動を行った。銀行口座は凍結され、年金も減額されたため、戦中までよりは生活も苦しいものであった。 政治的なパンフレットを書くこともあり、ヒトラー体制を反ソビエト連邦の独裁性と戦うための独裁性と表し、戦争を国民、ひいてはヨーロッパの生命を救うためのものだったと主張している。イギリス情報機関の報告では、元奥ク,ク指導者、カール・カウフマンによって設立されたネオナチ組織、兄弟ラ九2949年7月22日に加盟していたとされる。 1951年には回想録、電撃戦を出版した。これは、ベージル・リデルハートの勧めによって書かれたものであり、1952年に発刊された英語版は、パンツァーリーダーというタイトルとなった。リデルハートは、イギリスの出版社が難色を示したドイツ軍人のナショナリズムの表現をソフトにするように指導した。また英語版には、 言語版にないリデルハートの影響を強調する文章を挿入している。電撃戦は世界的なベストセラーとなり、グデイリアンはリデルハートに印税の25%を支払おうと提案している。しかしこの頃からグデイリアンの健康状態は悪化し、1954年5月14日、西ドイツ南部のシュァンガウで死去した。当時ドイツ連邦共和国には、 軍隊が存在していなかったため、内務大臣の許可を得た国境警備隊が参列し、長寿制発が行われた。墓は、商委人漢事に過ごしたゴスラーに存在する、グデーリアン家の墓所。グデーリアンと妻マルガレーテ、長男ハインツギュンターの墓所となっている妻、マルガレーテとの間に二男を設けた。長男ハインツギュンターは1935年、 国防軍将尉に任官して、以降戦車将校として転戦し2回負傷する。参謀中佐として、戦争終結を迎え、戦後は、ドイツ連邦軍に入隊、装甲旅団長などを経て、父と同じ装甲兵装官に就任。1974年陸軍少将で退役した。グデイリアンは回想録において、戦争犯罪に一切関与していないとしているが、多くの傍傷から、 その主張には疑念が抱かれている。ポーランド戦直後には息子ハインツ・ギュンターからポーランドにおいて親衛隊がユダヤ人に対する殺戮等の不法行為を行っているという報告を受けているがグデイリアン自身はこれを上級者に上進することはしなかった。1941年3月30日にヒトラーはソ連軍の捕虜に対して 通常の軍警法による裁判を停止するように命令しており、6月6日にはソ連軍の政治証拠を裁判なしに処刑するコミッサール指令を発出している。グデイリアンは回顧録において、軍警法停止については、株部,部隊への過達を禁じ、コミッサール指令については、存在自体知らなかったと述べている。しかし、ラッセル・エーハートは、 グデイリアン機下のレメル戦第47自動車科軍団長がコミッサールとパルチザンの処刑を独ソ戦開始間もない頃から繰り返し命令していることを指摘しグデイリアンの記述は虚偽であるとしているまた独ソ戦初期において前線付近でユダヤ人虐殺を行ったアインザッツグルペンは国防軍部隊の支援を受けるとされており実際に 部隊の指揮官は国防軍司令官との間になんだ問題はなかったと証言を行っている。ハートはグデイリアンがアインザッツグルッペンの行為に気づかなかったはずはないと指摘している。また休職中の1942年にはグデイリアン家の先祖の所領があったポーランド領であったポーゼン州の土地の購入に関してヒトラーから打診を受けた。 当初グデイリアンが希望していた土地は得られなかったものの、別の農場が用意され、グデイリアンは自らその農場を選択した。1944年2月にはこの農場の代金と、開業費用を含めた124万ライヒスマルクに、上る相当からの貸金を受けている。マンシュタインの副官アレクサンダー・シュタールベルクの改装録によれば、この話を聞いたマンシュタインは、 グデイリアンが購入した辞書に住んでいたポーランド人の地主について聞いたがグデイリアンはそこにはもうポーランド人はいなかったどこに行ったかわからないと答えたこの農場取得についてグデイリアンはその回想録では触れていない対戦中から戦車将軍のあだ名で呼ばれ現代でも1940年のフランス戦1941年の バルバロッサ作戦での部隊運用が機動戦の模範として研究されるなど、作戦次元の指揮能力は高く評価されている。戦後、その回顧録や研究によって、西側諸国からは第二次世界大戦の初戦の大勝利を飾った電撃戦の生みの親との評価を受けた。1990年代末以降の研究では、デビッド・ストゥエルによって回顧録の記述には、 誇張や欺瞞が含まれていることが指摘されており、戦略次元の能力については多数の疑問符がつくとし、ナチスの戦争犯罪に積極的に関わらなかったものの、その非道を黙認していたことが戦後70年の研究の中で明らかになりつつある。ナチ時代に反ヒトラー抵抗運動に参加しており、D サイトの編集長であった女白爵マリオンフォン、デーホーフは、 1965年に、グデイリアン元上級大将は、現代的な総合陛下の父であり、偉大なる連達の師であったことは、疑いないと、あらゆる専門家が評するような人物である。けれども、その一方で、彼の性格ゆえの振る舞いは、決して模範たる得るものではない。と評している。ありがとうございます。